多店舗化、フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社上信パートナーズの提供でお送りいたします。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優が最速最短で年商30億店舗数30兆を実現する実証されたノウハウをコンセプトに、のれん分け制度構築、FC 本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など、飲食店、整体院、美容院などの様々な店舗ビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。こんにちは、パーソナリティの田村陽太です。配信第52回目となりました。本番組のメインパーソナリティをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、高木さん。はい。今日も頑張っていきましょう。はい、お願いします。はい、本日のテーマはこちらとなっております。ネイルサロンを経営しています。のれん分け制度を導入しようと考えていますが、ロイヤリティを払ってまで利用者が現れるか心配です。どのように進めていくべきでしょうかということなんですけども、教えてもらってもよろしいでしょうか。これはあるあるですね。ロイヤリティ払いたくねえよみたいなことですか。自分でやったら不要なコストじゃないですか。ああ、はい。で、田村さんもロイヤリティなんか払ってないわけじゃないですか。払ってないですね。社労士が払ってないですね。まあ、ネイルサロンって言うと、はい、多分一般的なロイヤリティの水準って、まあ、5% から 7% とか、はい、あのそれぐらいは普通のフランチャイズだったら払うと思うんですよ。はい。だからそれぐらいをね、独立者は払わなければいけなくなるわけですよね。ああ、はい。で、それはまあ普通に考えて、自分がネイルサロンを独自に開業した場合と、はい、のれん分けをして開業した場合で、はい、売上がね、同じぐらいしかいかないんだったとしたら、はい、まあ、のれん分けは利用しないですよね。確かにそうですね。自分でやっちゃった方がいいんじゃないかなと思いますもんね。そうそう。でも逆に、じゃあ売上が倍違かったらどうします？いや、売上倍だったらちょっとやっぱのれん分けしてもらってやろうかなと思いますね。え、そうっすよね。はい。でね、私こういうお考えとか、まあ、悩み心配をお持ちの、はい、まあ、その本部経営者の方に、まあ、持っていただきたい考えというのがあって、はいはい、何かというと、その独立者側の視点に立って、はい、どういう状態になったら、はい、そのロイヤリティを払ってでものれん分けしたくなるのだろうかっていうところ、はい、これを考えてみて、ほう、で必要な、まあ、仕組みを整えたり、ほう、サポート体制を整備していく、ほうほう、これを考えることは大事だと思いますけどね。ああ、なるほど。ちょっと一個質問したいんですけど、はい、その加盟者の方がこう幸せになるイメージを作っていくっていうのは、そのご自身の本部の方の成功体験をもとにイメージしていくのか、どういうふうにしてこうやっていくものですか？のれん分けを使うっていうことは、はい、独立するってことじゃないですか。そうですね。で、まずその独立者の視点に立ちますよ。はい。でそうすると、で独立しようと思うじゃないですか、はい、でその前には自分で独立するっていう道と、はい、のれん分けで独立するっていう、その2つの道があるわけですよね。そうですね。で普通の人っていうのは自分で独立するっていう道を選ぶわけじゃないですか、はい、だけどその自分で独立するっていう道にはいろんなこうリスクがあったり、はい、もしくはその一歩踏み出すことに対する悩みや不安があるじゃないですか。ありますね。でそこで止まってしまってるスタッフの方って結構多いと思うんですよ。おお、はいはい。多いと思うんですよね。はい。で、そこに対して、どんな言葉がだから不安に感じてるのか、はい。リスクに感じてるのか、おう、そこをちゃんと本部が捉えて、はい。そこに対してその悩みを解消してあげれば、はい。自力独立ではなくて、のれん分けっていう道を選びませんかってことなんですよ。おはは、そののれん分けしたいっていう方の悩みを解決できるようなソリューションを本部が提供するみたいな。そうだから、例えばもうその独立者が
はい、その自分で独立しようかな、のれん分けしようかなってこう悩むじゃないですか。はい、でその時に、まあ、独立者が感じているその悩みとか不安っていうのはほぼほぼもう決まってるんですよ。はい、で一つ目は、はい、お金の問題。あ、はい、で自分で独立したいと、だからネイルサロン作りたいんだけど、はい、そもそも初期投資に何百万が必要だよと、はい、でそのお金持ってませんと、はい、だからできません、はい、自分では、はい、で思ってる人がいるんだったら、はい、いやうちののれん分けシステムは、本部が作った店舗を貸してあげますから、ほうほう、最初はあの資金を持ってなくても独立できるんですよみたいな道が用意されてたら、はい、それは多少ロイヤリティ払ってでも、だって自分じゃできないんだから、あ、はい、もうそれしか道がないわけじゃないですか。そうですね。って思いませんかってことなんですよ。嬉しいですよね、のれん分けする方からしたら。やっぱりそうそうそう、はい、でただお金の問題って、はい、本部としても負担大きいじゃないですか。いやそれはそうですよね。だからね、あんまりサポートしたくないわけですよ。ああ、そうなんですか。やるにしたってその最小限にしたいわけですよ。ああ、はい、だからそれ以外の独立者の悩みっていうのだから探っていく必要があるじゃないですか。そうですね。他にはどんな具体的な悩みがあるんですか。もうね、いくつかしかないんですよ。あ、そうなんですか。大体ね、その独立したいなと思ってるけどその一歩踏み出せない人が悩んでることって、はい、一番多いのはお金の次は集客ですよ、はい、集客。あ、自分がサロンを作ったけど、はい、思った通りお客さんは来るんだろうかっていう心配。あ、絶対あるじゃないですか。ありますね。でもう本部はだからそういう悩みが生じることを分かってるわけですよね。はい、じゃあのれん分けしたらどうなんですかって独立者は思うじゃないですか。あ、はい、そこに答えられますかってことなんですよ。ああ、なるほど。確かそれは大事ですね。でここも例えばね、はい、でうちの会社は本部のもう既存店舗を譲りますからと、はいはい、既存店舗にはもうお客さんこんだけついてるからね、立ち上げた時にそのお客さんが来ないなんてことはもうそのリスクないですよと、はい、でもそういった価値を提供してるからロイヤリティっていうのはやっぱり少し払ってもらわないと、はい、本部もこう継続できませんと、はい、どうですかって提案をしたらどうです。いや、それはやっぱ不安もね払拭されてとても嬉しいと思いますね。そうですよね、はい、それ以外にも例えばじゃあ独立者がのれん分けして新規店舗出すじゃないですか。はい、でその時にいや本部のねホームページにはもう1日こう何百人とかね、はい、何千人とかっていうこう閲覧者が来てるよと、はい、でそこに新店舗オープンしたらしばらくそのね例えば1ヶ月間こうキャンペーンをやるとして、はい、そういう情報を訴求しますよみたいな。おで、そしたらそのうちのねどれぐらいはあの多分予約してくれるよみたいな話があったら、はい、聞かれませんってことですよ。ああ、そうですね。なんでやったらそんな集客を期待できないわけじゃないですか。ああ、そうですね。ちゃんと自分たちのその悩みについて本部がこう寄り添ってるみたいな感じになりますもんね。そうですよね。はい、だからあの考え方をあの本部の経営者が変える必要があると思うんですよ。ああ、そのロイヤリティを払ってまでこう利用者が現れるかなっていう不安じゃないですかこれは。はい、そうですね。でもそうではなくて、はい、ロイヤリティを払ってでも利用したいと思ってもらうために、はいはい、本部はどうあるべきかっていう話なんですよ。おお、逆の発想ですねそれはね。そう、こうポジティブになっていくというかね、逆にそれが強みだぞみたいなところがありますよね。そうですよ。だからそこから逆算して、で今お話した通り、もう基本的にはそのお金の悩み、はい、で次は集客の悩み、はい、でその次はもう決まってるんですよ、はい、これ何でしょうか、教えてください。人材の悩みなんですよ。人材と言いますと、で特にネイルサロンとか、はい、そういう、まあ、美容系の場合、はい、スタッフを確保する規模感だと人材がそもそも確保できないみたいな悩みがあるんですよね。ああ、その資格持ってるのかとか、美容師さんの。そうそうそう。だからその人材が確保できなかったらこうビジネスが成り立たなくなるじゃないですか。そうですね。だそこに対しての不安感ってのも結構大きいわけですよ。おお、その際のソリューションっていうのはどのようなソリューションがあるんでしょうか、本部としては。
これもだから例えば、はい、その個人ではできない、はい、その採用活動みたいなものを本部がやっていて、うん、そこにこう便乗できたりしたら、それってすごいメリットがあるじゃないですか。あ、確かにそうですね。で、例えばあの学校とかにね、はい、本部のが招かれて説明会やってたりする会社とかあるじゃないですか。はい。でも個人規模の会社で絶対そんなとこ紛れ込めないわけですよ。ちょっと難しいかもですね、資金的にも。そうそう。だけどその中にそのチェーンの、ね、一員としてひっそりと紛れ込んで、はい、採用活動を一緒にさせてもらうとか。お、まあ、それ以外にも例えばその人材不足が出た時には、はい、本部に余剰人員がある時であればね、はい、じゃあその本部から社員をこう出向させますよと、はい、みたいなモデルにしてもいいかもしれないですよね。はい。でそうすると自分で独立したら、まあ、人がいなかったり、人が辞めてしまったりするとその責任自分で負わなきゃいけないけど、はい、その本部に属していることによってそういうリスク回避ができるわけじゃないですか。ああ、そうですね。だそうすると、あ、まあロイヤリティ払うのは、まあ、確かに自分でやってる時に比べて負担なんだけど、はい、それ以上の価値があるかもしれないなって思うかもしれないですよね。ああ、確かにそうですね。そう、だからそういう仕組みを整えていかないといけないんですよ。はあ、なるほど、ありがとうございます。ちょっと一個質問したいんですけども、はい、多分このネイルサロンの会社さんは、まあ、これから第1店舗目ののれん分けを作るみたいな感じだと思うんですよ、はい、で先ほど高木さんがそのお金と集客と人材のところの、まあ、そのソリューションに対して事前に準備しておくことが大事って話があったと思うんですけども、これから1店舗目出すってことはまだまだその本部の方もそこら辺の余裕がない場合もあるじゃないですか。はい。代替案というかソリューションがなかなか出しにくい状況もあると思うんですよ。はい。そこら辺うまいこと出していくためのポイントというか考え方っていうのをちょっと教えていただきたいんですけども、うん、あ、だからこれはねぜひ振り返っていただきたいんですよ。はい、はい。今のままの経営を続けてたとして、はい、じゃあその独立者がのれん分け、ロイヤリティを払ってでものれん分けしたいと思う状態になるかどうか、はい、今の状態でそうなってなかったら、はい、多分意識せず3年間経営しても問題は解決しないと思うんですよ。おお、はい。だからそこはもうちゃんと意図して作っていかなきゃいけないんですよ、今不十分だったら。あ、なるほど。自然とできてるわけじゃなくて。そうだって、今までの経営の結果として今の状態があるわけじゃないですか。そうですね。でそこはだからのれん分けとか意図しないで経営してきたわけですよね。はい。そういう状態になってると、はんはん、普通の会社はあのそういった状況であると、その独立者が現れた時に、ああ、これだったらのれん分け使いたいと思えるような状況にはなってないんですよ。あ、はい、当たり前じゃないですか。はい。のれん分け想定してないから。ああ、はい。でもその状態を続けてたらいつまでたってもなりませんよっていうことなんですよね。はい、はい。だからあの今こういうのれん分け制度入れたいけど、はい、だけどそこに不安があるって思ったじゃないですか、はい、そこが始まりになるんですよ。深いぞこれは。確かに。そこで気づいたわけじゃないですか、はい、じゃあのれん分け制度を利用してもらうためにはうちの会社は何を強化していかなきゃいけないんですかっていうことが、はい、今この瞬間明確になるはずなんですよね。おー、はい、意識し始めると経営者も。そうそう、今日のお話を聞いたら、はい、あ、集客面での魅力出せないかもしれない、はい、とかね出てくるじゃないですか、はい、でもそれは意図的にだからその集客面での魅力作るように取り組んでいかないと、はあはあ、3年経ってもできないわけですよ。あ、やっぱ自然とはできていかないもんですか。やっぱり自然とできてきてたら多分今の時点でできてるはずなんですよ。なるほど。はい。だからそれは今までの枠組みからこう外れた活動をしていかなきゃいけないじゃないですか。はい。だからこのタイミングでのれん分け制度を利用してもらえるようになるために何が必要かっていうことをちゃんと特定して、はい、そこに向けた一歩一歩を踏み出していく必要があるってことですよね。なるほど、ありがとうございます。結構もう時間も近づいてきたんですけれども、高木さん、あの高木さんの会社の方でそのような自分たちの会社の本部のこう強みだったりとか、こういうところってのれん分けの加盟者にこう PR できるんじゃないかって、そこら辺の洗い出しみたいなことってされていただけるんですか。あの、してますよ。だから、はい、今お話した通り、ほとんどの会社っていうのは最初の段階では、はい、のれん分け制度をすぐ使いたいと思えるような状況にはないんですよ、はい、だけどお話をしてると、はい、私たちから見ると隠れた魅力って結構あるんですよ。おー、なるほど。
でそういったところをやっぱりこう探し出して、はい、磨いていく取り組みがこののれん分け制度を使いたいと思ってもらえるようになるためにはすごく重要なんですよね。はい、だから僕たちというのはそういったのを第三者の観点から、まあ、見つけて、はい、でそれをより磨いていくためにどういうふうにしていくのかっていうのを、まあ、一緒に考えるようなお手伝いをさせていただいてますね。おお、なるほど。まあ、のれん分けしたいけれども、なかなか自分たちの強みが見つからないっていう企業さんは、ぜひね、上信パートナーズさんにちょっと連絡してみたらいいですね。はい。そんな、本気でね、のれん分け制度を使って、はい、会社の発展とね、社員の自己実現を応援したいみたいな会社さんいたらですね、我々も、本気で対応しますんで、おっしゃっていただければと思います。はい。ありがとうございます。じゃあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。